ベトテルは、ベトナム最大の移動体通信事業者である。ベトナム国防省が所有し運営している、国有企業であり、ベトナム語で正式名称は、TP、ドンコンアンエープ・ベンソン・グクオンにあいだが、直訳すると、軍隊通信産業グループとなる。なお、ベトルの発音はベッテル、またはビッテルの方が近いが、ホームページでは、日本の新聞や、その他、 ニュースメディアで広く使われている、ベトテルの表記を採用する。2018年時点で、ベトナム国内でのシェアは、ベトテルが50.6%、ベトナム有電公社参加のビナフォンが24.8%、モビフォンが20.6%、ベトナムモバイルが3.6%、G モバイルが0.4%となっている。また、ラオス、カンボジア、東ティモール、カメルーン、 ハイチ、モザンビーク、ブルンジ、ペルー、タンザニア、ミャンマーに進出して事業を展開している。なお、ベトナム政府は、ビナフォンとモビフォンについては2020年に一部民営化するが、ベトテルについては引き続き政府のコントロール下に置く方針である。5G サービスのインフラ整備にあたっては、ファーウェイ製の通信機器を排除して、ノキアやエリクソンの製品を中心に採用すると、 報じられている。ありがとうございます。